まあね、とにかく一番僕がその引っかかってるのは、はい、あのやっぱりあの人類創造のね、はい、泥見光器なんですよ。ですね、もちろん、ええ、うん、やっぱりキリスト教といえばやっぱりあの創世記の、まあ、内容、ええ、で天理教といえば僕が一番やっぱりまずは聞きたいのは泥見光器が、ええ、あのまあまあ言うて天あのキリスト教が言っている創世記とはもう全く相入れない作り方ですよね、ええ、人類の、ええ、なのでこれについてのやっぱりその解釈なりね整合性、あとまあ現代科学とも相当乖離してますから、ええ、そうすると科学がこうもう定説になってるようなものがね、うん、その相矛盾するような教義っていうのは、うん、まあおおむねですよ、おおむねやっぱりその、やっぱり幼稚であるというかね、うん、一つのまああの神話っていうかな、この伝承おとぎ話に過ぎないんだっていうような、うん、とくくりになってきて、うん、そうであるとなればそれを元にした神様ってことになると、うん、存在するのかしないかぐらいの話にも遡っていっちゃうと思うんですね、うん、なのでまあこの泥見光器 に沿ってちょっとお伺いしたい点はね、うん、まずその泥見がそもそもあったっていうんだけど、うん、この辺、まあ、とりあえずざっくりその現代的に解釈してもらえますかね、あの流れを。ああ、それ一回聞いといた方がいいかも。そうですね、はい、それなりに解釈があるはずだから、はいはい、あのしてたらばその本もありますけれども、まあ一応、はい、口でいいです。まあつまりその人間創造の際にまず国と子たちのことというのと、うんうん、重たりの御事というですね、あのいわゆるその最初の、うん、まあ、親神っていうんです、親神天領の御事と私たちお話させていただいてるんですけれども、がその泥海の中を、まあ、おられた、うん、まあ、もちろんその泥海そのものも創生されたわけでありますけれどもですね、ええ、はい、でその中にもすでに土壌っていうものもあり、うん、ゴートミーというのもあり、シャチとかっていうね、あの、うん、少しだと思いますけれども、うん、そういうのを創造されておりました、うん、一番、はい、でただそういう姿を見るだけでは少しく味気ないな、うん、というふうに思われまして、うん、でここでその、まあ、人というものをこしらえて、うん、でそういう人たくさんの人たちがこう助け合う姿を見るのを楽しみに、うん、あのまあ、そういう世界を想像しようじゃないかと思い描いてですね、うん、でそのあのあとあのお読みになったと思いますけれども、うんうんうん、いろいろなあの魚とかミーとかシャシとかですね、うん、寄ってきてそれぞれの道具の働きというものを、うん、特性というものをですね、うん、まあ、あの全部承知をさせてもらい受けられて、うん、まあ、人間 その母体というふうな形にして、うん、いうふうにして、あと、まあ、クオク万千百という膨大なあの時間をかけて、うん、人間を創造されたと、ざっくり言えば、まあ、そういう話であり、目的というのは、うん、目的というのはですから、その共に助け合う姿が、うん、あの陽気暮らしというんですけれども、うん、そういう理想の世界を作りたいというところで創造されたということ。なるほど、はい、そしたらもうそのもうやっぱりあれですね、あの例えばですよ、はいはい、この宇宙そのものは、いや今のもう定説だけど138億年前ぐらいの時のビッグバンによって、はい、まあ、それがまだ膨張し続けているという、はい、まあ、流れですよね、はい、そこのどこに泥海がそのあの位置づけられるんですか。もちろんですから、まあ、その今の科学、うん、今の科学ですよね、はい、まあ、科学といっても昔から科学というものがありまして、うん、100年前の科学、うん、で、まあ、それこそあの中世の科学、うん、でそして今の科学、うん、というのはそれぞれ全く言えば違うものですよね、うん、あの空が動いていたり、うんうんうん、いやだんだんそうじゃないな、地球が動いてきたりという、うん、まあ、まあ、天辺全く違うものが、うんうん、まあ、それもひっくるめて科学ですよね、うんうん、でおっしゃるように今の科学、うん、から来るとそのあのバーンであるとかですね、うん、ホールであるとかですね、うんうん、そういう解釈からしますと、うん、おそらく九億年というのが実数だとするならば、うん、その途中にあるということでありますね、うん、それは人間というものを創造するというのがその九億万年前の話で、うん、それ以前は何もなかったのかというと、今言うように泥帯のものは創生されておられましたので、うん、それが
100億年前なのか、うん、1000億年前なのか、うん、それは記されてはおりません、うん、人間というものこの世界を作るということに限って言うならば9億万年前がスタートであり、うん、何もないところから始まったのではなくて、うん、もうその時点において泥海は存在していた、うんまあ、カオスですねは存在しておった。泥海っていうのはあれですか、その普通僕のイメージだと、うんまあ、海という限りは引力の縛りを受けて、こうまあ太平洋がただあれが泥みたいになってる状況ってイメージじゃないわけね。いやそれはね、私はそれは見たことないからわからないんですけど。それは見たことないお互いね。ただまあいわゆるまあもやのごとくの世界というんですかね。それが水気であったのかよくわかりませんが、だけど後に黒く9万年は水中の狭い住まいというふうに書いてありますね。ありますので、うん、おそらくそれはその泥、つまり水分と泥である中だと思いますね。ということはあのまま解釈すると、結局地球上の話ですよね。はい、この部分につきましてね。ですよね、はい、地球っていう天体からの話だよ ね、はい、だいたいそもそも人間っていうのは、はい、地球以外にはとりあえずまだ発見されてない、まだ分からないわけですね、発見されてないから、ということはそうするとやっぱりこれは、まあ、ここの悩みは、まあ、泥海はじゃあそもそも神が作ったと。そう、まあもちろんそうですね。で、はい、その、まあ、天地万物の神であるのに、はい、そのなんでじゃあその味気ない泥海をまず作ったのかと、うんうん、ダイレクトにその陽気暮らしする人間をボンって作ればよかったじゃないですかっていうとこはどうなんですか。おっしゃる通りですね、うん、私はそれはおっしゃればその通りだと思いますけれども、うん、その辺のところはわからない、うん、分からない、ええ、その前の神の意思っていうのは一切話はありませんし、記されたものもありませんので、うん、9億9万年以前のその泥海はいつ頃から泥海であったのか、うん、またどういう思いで泥海というものをこしらえたのか、うん、という記されたものは一切ないので、想像と、うん、私の想像とか、うんうん、そういうのはいくらでもお話できますけれども、うんうん、まあ、教理としては、うん、そういう無責任なお答えできませんので、うん、はっきり言ってその答えはない。なるほど。あったということですね。すでにそういうものはあったというだけのことであって、うん、でどういう思いで作られたのか、いつ作られたのかということは記されてはつまり全く、まあ、不明、わからない。そうですね、はい、だから、まあ、出発からしてその非常にこうじゃあ、まあ、曖昧な部分というのかな、うん、そのわからない部分があると、うん、でまあこの、うん、ここに書いてあるんだよね。なぜ初めから楽しいですよ。そのつまらないと思ったわけだから神が、うんうん、つまらなくない世界を鼻から作ればいいっていうふうに、まあ、普通に思うんだけど、うんうん、まあ、お答えはないってことですね。そうですね、まあ、要するに中山幹教祖が親様がそこは解いてないからってことですね。そうです。それは、うん、それはもう想像はいくらもできますけども、うん、今私がそうするとね、